この動画はデッドバイデイライトとのパートナーシップのもとお送りします。お、始まりますよ。サバイバーだって4人なんだからさ、うん、そうですね、ヒロ1人なんだからガチでやっちゃうよって。ガチリクルーなら信頼の酒場かもしれませんね。いや、まあ、なるほど。レッジ何使ってくるんだ、まあ、今増えてるんでしたっけ、ドレッジの影響でロッカーって増えてる。ああ、増えてます。あの配置がちょっと変わったり増えたりして、そういうことなんですよね、うん、ギデオンとかも結構増えてたはずですね。ああ、ちょっとこなんだ、オーモンド、オーモンドさん、オーモンドおじさん。ドレッジでも結構飛びやすいっすよ。あ、そうなんだ。あ、でもドレッジじゃないな。なんだった、なんだろうこれ。いや、ハントレスやん。え、かぶってるじゃないですか。かぶってるやん。本気にもほどがあるわ。本気にもほどがある。普通にかぶってるじゃん。しかも今いた。じゃあハントレス。もういました、いました、いました。いました、いました。発電機もガンガン進めてます。ナイス。距離取られるのうざいんだよ、ハントレス。うん、確かに確かに。やばいやばいやばい。めんどいからね。これやばい、やばすぎる。足遅いから。やってるよ。第一村人僕です、多分。わかりました。距離、おかげです。うまく当たらないように。はい。いや、半分来てます、こっち、発電機。いいね、いいね、いいね。本気で狙われてます。6割来てます。いいね。いいね。ガチさを感じるね。直すぞ。確かに開けてるもんな、ここ。開けてるね。いやー、レプチンさんとチェイスなんて。ナイスチェイス。いいよ、はい、大丈夫だよ。そっから、まあ、共鳴はまずあるでしょうね、おそらく。うわ、ナイチェ、申し訳ないです。大丈夫ですよ、ちゃんとここはもう発電しとき。ナイス、ナイス試合です。すぐ発電しとく。ナイス。それ真ん中ですか。これ当たんのか。狙ってきてる、狙ってきてる。うわー、うめえ。うわー、来てる来てる。うまい。これ。これは近くで。起こしにどうですか。私も今起こしに行ってところです。あ、じゃあ俺逆にジングジ様行こうか。お助けください。今ね、真ん中の固有剣士がいた。私ジングジさんのところ助け行きます。やべ。上から見落としてんじゃないかな。見つかっちゃった。ありがとうございます。行きます。うわ、怖っ。気づいてたのかな。あ、補給してるな。あ、俺釣られるかな、これ。そうですね。なんか声聞こえる。しようしよう。お、ちゃんと破滅あるね。どうしよっかな、ね、ちょっと破滅はし、こましたいな。はい。ちょっと確かに確かに。あ、待って。おっと。狙った。大丈夫ですよ。上に、上にいますね。上にいますね。上から見てるんじゃないですかね。めちゃくちゃ見てますね。いや、どうしようかな、これ。ちょっとリカバー。投げてる、上から。距離投げてくる。怖すぎ。うわー、怖い。シルコさん。そうですね、ちょっと動いた方が。動かないと、そっからと俺も狙われる。あ、海にも行ける、今行ける、今行ける。はい、行けます。来てます。ナイスナイス。はいよ。はいよ。うん。来てしまいました。ナイス。大丈夫です。ナイスです。ナイス。ナイスです。いよいよ。中いる、中いる。なるほど。真ん中で。私がチェイス入るかな、これ。オッケーオッケー。救助に向かってます。俺いけ、俺行きます。私入ってますよ。私了解。入ってますよ。私了解。私入ってる、了解。了解。ありがとう。ナイス救助です。はい、入ってますよ。じゃあ向こう逃げて帰ってきて。よいし
いいね。なるぜ。チェイスするぜ。レプチンさんのテルクラさん。オッケー。固有直してます。よいっす。はい。俺も今半分ぐらい。了解です。怪我直した。ナイスチェイスです。流してください。さすがか。さすがすぎる。オッケー。これが。流してくれ。そういうことだのベルクラ。そういうことだ。出たぞ、これが出た。ベルクラ止められるのかって、誰が止めてくれよ、誰か私を。おい止めてくれよ、おい頼むわ、誰か私を止めてくれ。おい、発電機900台もあるぞ。もう止めてくれ。止めた。でもついたよ。ナイスナイスナイスこれちょっと自分で回復するんで、気にしないでください。了解です。危ねえ。今ね、固有に入ってった真ん中。いや、はい、俺の近くにいる。トラック、なんか重機の近く。ナイスだ。いや、ここで残り2台は大きいね。大きいです。救助行きます。ありがとうございます。はい。またねえだろ、さすがに。おぉ、プチネさんがいる。直し切りたい。ハントレス使いと頑張ってください、シルコさん。直しちゃってください。直し切りたい。ナイス。いいね、でかい。さすが。それは大きい。破滅あるのに、残り1台にしてんの大きいっすよ。大きいっすね。これ、救助いける？救助いきます。いけるだろ、いける。オッケー。あとどこだ？あそこか。もう目の前っすね。今、救助したところ。ありがとうございます。ちょっと治療入れてるんで、発電機全然やっちゃってください。うわー、ごめん。ナイチでナイチ、申し訳ねー。シルコさん近くにいます？ん？シルコさんは先生の近く、うん、先生近いけど、あ、すいません、僕チェイス入ります。オッケー、じゃあ救助に行きます。多分私ちょっとセルフケア入れます。短い命かもしれません。ちょっと待ってください、セルフケア入れて。いや、おっと、さすがに。ナイス。やばい、温度飛んでくるよ。おお、狙ってる。よし、残り1台を。レプチンさんとだと1秒も持たない。なんてことね、本当に。あと1台どこだろう。2台固まって、小屋の近くに2台あって、あ、小屋の近くに1台が分かんないです。小屋の回したいね。ベルクラさんが釣られたそばに発電機1台あるみたい。あの残り1台のとこは、あの板が近くにあんまないんで、結構厳しいかもしれない。今セルケアされてる方のところに行ってます。先生のとこから破滅この段階で壊しておきますね、1回。はい、見つけたんです。危ね。うわー、マジかー、ごめん。今めちゃくちゃ迷っちゃった。どうしよう。あ、投げ？いや、ごめん、俺これ終わりだわ。あ、無理か。終わり。私助けいきます。オッケー。やべ、ミスったー。これ小屋側の発電機を頑張った方がいいかもしれないですね。そうですね、真ん中の。うん、これバベチで多分我々見られてるんで。そうですね。もったいないことしたー。もう構えてます。あ、これね、アイアンメイデンついた。アイアンメイデンつきました。アイアンメイデンつきました。大丈夫です、こっち狙ってるんで。あ、神宮寺さんの方狙ってる。はい、僕狙われてます。じゃ今のうち発電機ちょっと分回しと。いや、シルコさんの方、シルコさんの方行ってますね。じゃあ神宮寺さんの方はセルフケア入れてもらって、そこの発電機私が回そうかな。いいよ、全然あるよ、全然あるよ、全然ありますよ、半分ぐらいしか全然あるよ、全然あるよ。 OK です。発電機回します。いるなあ。じゃあ私治療します。ここちゃんと立て直した方が。いいよ、シルコさん、いいよ、シルコさん。ナイスナイスです。これで2人で発電機を。あ、天才か、おい。
わあ。ナイスナイチェ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 。いいよ。相手手汗出てるよめちゃくちゃ。手汗出てます。ぬるぬるしてますよ。ジャバジャバだよ。ああ、そっち行ったんですね。ジャバジャバだよこれは。あ、来てます。猫来てますね。来てる来てる来てます。一回持った方がいいですね。うまい。もちろん見てる。天才。ルカさんの方追ってます。私の方追ってます。これいい感じに反対側に発電機が残ったんですね。2個固まっちゃってるけど。発電機回してます。半分超えてます。オッケーです。いい。さすがうまい。いやちゃんと避けてくぜ。俺がそういうことだーだよ。こっち来てますね。なるべく逃げる板の方を想定しといた方がいいですね。はい。と私は自己治療入れてるんで今のうちに。ナイス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 。なるべく発電機から離れる方向で、私が逃げてった方向が一番安全。いい、安全です。シルコさんとかもう回る。おお、ナイス。あと2割ぐらいです。ナイスすぎる。ちょっともうゲートで待っとこうかな。これ、あー、いた、間に合わなかった。回る回る。もうゲートのとこいる。もう椅子でも OK。 ナイスナイス。開けた。ナイスです。あとお願いします。オッケーです。重機の近く。そうですね、まっすぐ行けば開くのかな。いや、そっちかな。近く。いや、そっちじゃない、ね、あーっと、シルコさん。あ、こっちじゃない。そっちじゃない。じゃあ、こっちか。いや、気合で、気合で。これ、あ、でも先回りされちゃうよね、これ。どこだ、どこだ。助け行くぞ。お、どこだどこだどこだ。あー、ドクラさん寝るしかないかな、これさすがに。うん、出てください。あー、こっちじゃなかったんだ。さすがにきついわ、これ助けたいが、確かにあそこらへんは。バベチーでそもそもここ見られてるんですよ。いや、そうですよ、ね、いや、でも一人出れれば全然十分だと。ナイス、逃げる。ちらっと、ごめん、ちらっと見て。もう一人出れればな。そうですね、確かに。いやいやいや、申し訳ない。正反対だったからな、うん、ね。いや、でもちょっと分かんなかったな、ちょっとね、俺も難しかったですね。さすがレプティさんでした。いや、怖かったっすね。アントレス、恐ろしい。もう本当に本気じゃないですか。共鳴バベチリアイアンメイデンね。俺は来てますね。ああ、構えるのに必要な時間が 12% 減少と、オーラが5秒間見える。なるほどな。追撃がだからやっぱちょっと強い感じの構成ですね。なるほどな。一発当たってから、急に発電機爆発したの。これか、共鳴する。あ、そうですね、これの効果か。うん、悶絶が強いですね。強いんですよね、共鳴。強いね、強いよね。遠隔でバーンってなって、しかもそこをいじってたらバレるんで、そこに斧を飛ばすっていう、そのどこまでもつなげられますからね。確かに。いやー、でも面白かった。頑張れたんじゃないですかね。もう